もうたくさん撮ってるんですよ。もうカメラも動いてるんですよ。で非常にこのカメラ自体も動いてる。人の方、カメラ自体がよく動いてたと思います。人はこう寝そべってるだけとか、こう腰を振ってるだけとか、そんな感じだったと思いますね。で男性の方は役者なので動いてもらったんですけど、女性の方はもう本当に普通の人だったので、それはちょっとこちらの方でコントロールをかなりしました。で、作品の撮り方もちょっとジム・ベンダースみたいな、こう、ちょっとこう、詩的な感じの、ボケてる感じの、まあそういった撮り方で撮りましたよね。私の作品に人が出てくるっていうのは、あんまりなくて、この頃ですね、劇作家の如月小春さん、この人はですね、まあ今も他界されてますけれども、劇団ノイズっていうものを作られて、で、そういった中で、人の体というものを、こう、造形的に見て、もうトルソと見立てて、男性の体と女性の体を取り扱いました。で、その取り扱い方っていうのは、この方のダンスにですね、すごく衝撃を受けて、で、非常に言葉にならないことを身体で表現するんですよ。で、そこに非常に興味を持ちまして、人のその造形的な表現で顔は出ない。その人のキャラクターも個性も何もドラマもないんだけれども、そこに物語があって、そこに大きな言葉にならないような感情があるということに大きく表現したいと思いました。で、この頃はですね、エクスタシーというものをこう防火とかね、我を忘れる体験、そういう感じの表現を、まあ、このビデオ、この映像で表現したかったわけです。で、その表現方法としては、はい、イタリアのスタジオアズーロ。スタジオアズーロというのも、1980年代に出会ったグループですね。で、表現方法としては、非常にこの美しいモダニズムに影響されました、私としてはですね。ですから、こういった方法論で表現したい。だから、初期のグラフィックスを、コンピュータグラフィックスをかなり多用してます。で、さらに、これも前回少しお話ししましたけれども、松本敏夫さんという、まあ、実験映画監督、ここに出ているイメージからも察するように、かなりシュールレアリズムですね、超現実主義、夢の中で見た感情を再現するっていうようなこと、まあ、非常にこの、ね、目が見ているとかですね、あとそのドグラマグラ、バッカスとかですね、まあ、そういう非常にこう闇の世界を闇に隠すんではなくて表に出してくるような表現をよくする人でした。で、そのここに出てくるダグラス・トランブルとかですね、夢とは言いませんけど、絶望的な未来っていうか、絶望的な未来に興味があるんですね。で、あとそれからスタンリー・キューブリックとかですね。この人の作品も人の狂気を扱ってますよね。時計仕掛けのオレンジとかですね。で、人っておかしくなるんですよ。でもおかしくなるのが当然なんですよ。おかしくなるのが普通だと思ったら、許せる範囲が広くなるじゃないですか。だからそこがやっぱり芸術が持っているおかしい人を認めるっていうか、人ってこれだけおかしくなるんだよっていうような、ちょっとした時空の裂け目、時間と人のコミュニケーションの裂け目から本当に狂気の世界に入
入っていくんですよね。だからそういうことを自分も描きたいと思いましたよね。あの影響されているのは洋画すごく多くてですね、まあ、テリー・ギリアンも、いや私が一番すごいインパクトを受けた作品は、まあ、やっぱりこの、 あのブラ未来世紀ブラジルですね。こう秩序立てていろんな人が狂気のような秩序を守ってるんだけど、だんだんやっぱそこにおかしみが出てくるんだよね。人がそのルールからはみ出していくっていうのはいつの時代もあることで、で一生懸命それを守ろうとするとか隠そうとするっていうところに人間の生命としてのおかしみ、人間らしさっていうのをものすごく感じますよね。考えですよね、コンセプト。でも今思うとね、やっぱりそういうものがあったからこそ深いところをつかめたから、そのコンセプトになんとか たどり着こうと思って、表現が、未熟だからいかないわけですよ、20代って。でもそこに行くために、あ、じゃあ次の作品、次の作品、次の作品っていう継続が成り立つんですよ。そこのだからコンセプトが浅いとそんなにならないじゃないですか。だからそこは非常にこう何か表現する人にとって非常に重要なと見つけるポイントとしては重要なことかなと思いますね。そうですね。そうですね。やっぱりそのあまりコンセプチュアルにしてしまうと、うんうん、こうあのなぜそれを選んだのかっていうことを意味付けをどん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 考えていくとガチガチになってしまうのと、はい、うん、面白くないのと、やっぱりその無意識でそれを選んだってことは、まあ、それはそれで意味があることだと思うんですよね。あ、選ぶところも無意識に選んでるんですね。ああいう蝶々とか。そうですね。もう、うん、もうあのざっくりですよね。ざっくりこれぐらいのマテリアルを用意してこの中から選んでこうっていうようなやり方をよくやりますよね。ものすごいたくさんの量を素材として作り、そこから意味を見出していくっていうやり方。うん、本人の好みとかもそこには結構反映されてるっていうことですよね。もちろんもちろん、だってそれは自分が能動的にやることですから、うん、だからやっぱり自分の意見とかいろいろ入れて、こう自分の意見を反映したものが残りますよね。だからアートっていうのは誰がやっても同じになる仕事はアートじゃないんですよ。その人が出てくる仕事にしないともう意味は、今後もっともっとそういう傾向は出てくると思いますよ。この人にしかできない仕事だからこの人に頼もうみたいな。うん、うん、